麻布郵便局は東京都港区麻布台にある郵便局である。民営化前の分類では周廃普通郵便局であった。住所、郵便番号106-8799東京都港区麻布台1-7-32018年まで日本郵政グループ E クラビル内に設置されていた。E クラビルを含む一帯を再開発する虎の門。 アザブ大地区第一種市街地再開発事業の開始に伴い2018年11月19日に手始めに当局が東京都港区アザブ一丁目7番3号に移転した2019年2月18日から8月30日の後期をもってイークラビルが解体された分室はなし過去に存在した分室は以下の通り 1945年から2018年までぼ根があった、イークラビル2018年まで入居していた建物は1930年に、竣工した、旧帝新省貯金局庁舎で、設計は、大倉省永前管財局、志向は、千鷹組である。1943年から低新本省庁舎として、使用され、1949年に二省分離により、発足した。 旧郵政省が1969年7月まで郵政本省庁舎として使用していた。なお、東郵便局は1945年に空襲で被災した影響で停身本省庁舎に仮住まい、翌年の1946年、正式に入居している。当初は建物正面に向かって左側の外務省イ倉クラ交換側に位置していたが、 1984年から1987年にかけての模様替え工事の際、建物正面に向かって右側へ移転している。郵政本省庁舎が千代田区霞が関へ移転した後は引き続き、飯倉文館として長きにわたり使用されていたが、千代田区大手町にあった旧日本郵政公社東京支社が2005年5月にこの建物へ移転。 2007年10月1日の民営化後は、郵便局株式会社が2012年10月1日以降は、日本郵便株式会社が日本郵政グループ、イークラビルとして所有、当局の他日本郵便株式会社東京支社など、グループ各社の組織が入居していた。1945年から1985年までは、イークラビル向かって、左手に、 麻布郵便局はあった。ありがとうございます。